はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブはライブ、これはなんだ、魔王編みたいな感じ、魔王オールステッドですね。で、各時代のボスを操って、主人公たちを倒していくっていうところで、とりあえず4人倒し終わったところです。残り3人なんだけど、一番最初にやったこのインコ像がなんか一番大変そうなんで、あといけそうなのは多分オディワン・リーは強いよね。クンフー編、勝利すべきは形のない心などに流されるものではない。最後に笑う、すべてを捨て強さを追求するものなのだ。これレイちゃんかな。あ、レイちゃんだね。サモン、見てなよ、奥義。所詮付け焼き場よ。千賀連山拳。千賀連山拳使ってくるかな。だが一回しか使えない。オデワンリーなんかすげえ強い攻撃あったよね。レイクーゴ。貴様の次は老師だ。どれだ。飛燕客みたいなやつだ。ちょっと待って。無駄に動いてしまった。ため歩く。待機がわからん。179、2発で倒せんなこれ。千賀連山拳、あ、来るか。使わない。終わりだ。レイ空母、千賀連山拳を放つ前に終わらせる。さて、老子の番。ここも楽だな。そう、勝つべきはお前なのだ。であとオデさんどうなの。カエルになっちゃったオデさん。理想などというざれ事であってはならない。魔の力にその魂を捧げても、己の道を信ずるものであるべきだ。さあ始めましょうか。来たか。あれ、てか坂本龍馬も一緒か。自信はない。なんかこいつこれ強えって思った技がないんだよな。記憶にない。この姿を見た320しか見えない。吸血でも回復できるのかな。これ無知なんだ。全体になってるけど、やってみるか。まあまあまあか。毒だな。
あとちょっとどれで食らう？なんか変なの食らう。これなんだっけ？あ、拳銃か。大丈夫大丈夫。21ガッ踏みつぶし、ゲコ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 してみる。あ、杖いけそう。あ、マヒタ、オッケー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 。あ、回復できんじゃん。しかもこれ決まったな。まあ、やっぱり倒せるのは倒しておこう。倒せるうちに。マヒってればミスらないでしょ。これまで、これまでさえ倒せばあとはもうどうとでもなる。あ、こいつも楽だわ。じゃあとゲコゲコないとくか。沼地の上でいいねいいねいいね。これはいいわ。全然強いわ。思ってたより強かった。思ってたより10倍強い。ひもか。さて、さてあと問題のインコゾー。インコゾーもじゃあなんか楽に倒せる方法があるのかな。行こう。イベントはちょっとスキップしましょう。ちょっと全スキップします。無敵な評価強すぎるんだよな。インコ像が弱いってわけじゃなくて。オデオ様、彼らに救いよ。だってさ、2032と1280だよ。もう半分くらいじゃん、こっちのヒットポイント。かといってなんかすっげえ強いっていうのがあるわけじゃないから、とりあえずキック連打しとこう。数で攻める。はい、いけ。ひたすら蹴りまくる。ミスるんだよね、ハルゲンレーザー。これいくつだっけ。100くらうか。で、ここでどうなる。いけ、反撃。ああ、まあ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 か。もうじゃああとこれひたすらこれだな。終わったっぽい。ここまで減らしたのに。いや、まだ生きてる。あ、これ終わったな。ここまで減らしたのに。決まったな。終わりだ。ケルルキック、これ外したら死ぬ。はい、死ぬ。いや、マジかよ。これ強すぎんだけど。どんなもんや。まだまだだよ。あ、もうこれ勝てない。なんかね、ハルマゲドンがあるらしくて、ヒットポイントが減ると、まあ、エンディングとはまた違うみたいなんだけど、ちょっと使ってみよう。ハルマゲドン。すべてを崩壊させる。おお、全世界崩壊か。その日、世界は引き裂かれた。おお、てか自分のいるところは。終わった。
結局この液体人間呪縛が強えわ。これ連打してるだけで勝てる。多分蹴りより全然ダメージ入るし、いろいろステータス以上起こせるし、やはり自分を知ることが大切だったか。これで全員倒したな。苦戦したわ、ブリキ大王。最高の液体人間が手に入ったわ。幻想に囚われた人間どもよ、我々こそが真の勝者なのだ。魔王自体は戦わないのか。まあステータスとかなかったからね。サッドエンド、バッドエンドではないんだ。というところで、オルステッド魔王編終了したので、今度最終編はまあ別の主人公でやっていこうと思います。ただその前に、まあ、裏ボスとかいるシナリオがあるので、そちらをやって、多分クリアデータが最終編に引き継がれると思うんで、まあ、そのデータを使って、新しく最終編をやっていこうと思いますので、ちょっと仕込みとかをやっていきます。そんなわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。